割とクラゲ村でございます。知り合いのガイドからボロカサゴが出てるぞという情報をお聞きしましてですね、本日はこちらチャンティックというポイントにやってまいりました。ボロカサゴはちょっとバリでもレアな生物でして、しかも深いんですね。さあ今日は無事に出会うことができるでしょうか。行ってみたいと思います。はい、そんなわけで行ってみましょう。ボロカサゴを見た後は他のお魚もサクッとご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。こちら、その知り合いのガイドに教えてもらった目印のブイですね。ここから水深30まで降りて、はい、ボロカサゴ黄色ですね。バリでは結構紫色はね、ちょこちょこ目撃例があったんですけど、黄色は珍しいかもしれません。いいですね。カナも夢中になって撮ってます。正面から面白い顔してますね。はい、では他のお魚、こちら金剛フグですね。2本の角がかっこいいですね。色カエルアンコウの幼魚、体長1センチぐらいのオレンジ色、これがかわいいんですね。ちょこちょここんな魚礁があるんですけれども、海シダにミスボシクロスズメダイとかスカシペンジクダイが群れたりしてます。こちらね、ちっちゃいクラゲがね泳いでたんですが、このクラゲをこれシャコがキャッチして食べちゃったんですね。このキャッチするところ撮りたかったんですけどね、もう撮れませんでした、残念。シャコってクラゲ食べるんですね。コロダイの幼魚ですね。はい、こちらちょっとレアかもしれません。丸み変わりヒシガイというで、体長2センチぐらいのカニなんですけれども、パッと見は貝殻に見えました。はい、水面休息で犬にまとわりつかれるカナです。離れてくれません。はい、2本目です。テイラーズガーデンイールから始まりまして、メタリックシュリンプゴビーと、かっこいいですねこれね。また色カエルアンコウの幼魚を発見しました。さっきと別個体なんですが、しばらく観察してるとくるーっとこう体を回し始めまして、エスカを立ててるの分かりますか。額のルアーを出して釣りを始めちゃったんですね。可愛らしい。スザクサラサエビです。人間もヤドカリもいろんなものを背負って生きています。これオイランヤドカリですかね。ちょっと見分けがつきません。デコレーションクラブですね。これ綺麗ですね。アゴヒゲオコゼの幼魚ですね。成魚は体長10センチぐらいになります。はい、ロボコンの愛称で親しまれてます。アナモリ中コシオリエビです。かわいらしいですね。コノハミドリガイ。海藻を食べて、その葉緑素を体内に残して光合成をさせて、その光合成で得たものをエネルギーにしてるという回りくどい分子です。はい、微動だにしません。切れ長ネジリンボウ。これがおそらくヒズメコシオリエビだと思います。はい、ホリミノウミウシ属の一種13です。ものすごい種類があります。覚えきれません。これがちょっとわからなかったんですが、ヒメモバコエビだということです。草色もウミウシ、おなじみですね。南青もウミウシ、これも綺麗でね、好きなんですよ。はい、こちら、保育中のワレカラモドキなんですね。背中にいっぱい子供を背負ってるんですが、保育をするのはメスだということです。このまましばらく過ごすそうですね。
ウミヒドラについているオレンジ色のがね、ヨコエビの仲間です。2ミリぐらいですね。で、これをアップにするとこんなです。はい、そのウミヒドラの下にくっついてました白頭身のウミウシ、綺麗です。こちらヒラベラ、オスメスですね。セダカカワハギ、日本では緑色が多いみたいなんですが、今日は黒に出会いました。はい、そろそろエグジットの時間です。はい、海でラスト動画をされちゃったんで車の中ですけども、いかがだったでしょうか。ボロカサゴにも会えましたし、こんなちっちゃいね、カエルアップのアップができました。我々のメンバー